はい、じゃあ僕の方から大体以上ですね。浜田です。ちょっと本の報告なんですけれど、私の制作に関してお手伝いいただいている坂本雅彦さんという方がいるんですね。参議院選挙だと岐阜の選挙区で NHK 党で出てもらった方で、あとはその後我孫子市議会議員選挙にも挑戦していただいた方です。私と、いろいろとね、法律といいますか国会で審議される、あるいは採決の対象となる法律法案についてですね、いろいろと相談させてもらったり、あるいは国会や国政で問題となっていることについて、いろいろと相談させてもらったことをですね、そのやり取りと、あとそれと、国会でのやり取りをですね、記録にまとめた本を出されましたということで、帯をですね、私が書かせていただいておりますということで、一応その報告でございます。知る政策、考える正論というタイトルの本になります。私の方はそうですね、今ちょっと国会が閉じててですね、委員会も今のところ予定はない、月に1回ですね、行政監視委員会が開かれることになってますけど、まだ次の委員会の予定はですね、おそらく7月中にあるとは思うんですけど、まだ予定は決まっておりません。はい、ので私からは以上です。おはようございます。今週行われている、地方選挙ですね、奈良県奈良市、また、埼玉県の三郷市で行われている選挙です。奈良市においては、竹島啓太、そしてまた、三郷市においては日高千穂が立候補しております。投票日は今度の日曜日11日ということになりますので、ぜひ、地元の市民の方は、まだ決まってなければぜひ履歴を減らしますと、日高地方、そして NHK から国を守ると竹島啓太の方に、投票していただきますようよろしくお願いします。私から以上です。さっき質問権か、どうしよう、喋りたい、さっきじゃあこれだけいいですか。じゃあもうさっき、もう、はい、すみません、もうこっち、じゃあすみません、こっちも日向のお先喋らせてもらいます。すみません、ちょっと この告知だけは必ずしに参りまして、諸波島構想全国ツアー、ようやく1回目、いきます。東北ブロック翼の塔および、子ども未来党ほかという形で、7月24日土曜日、7月25日日曜日の2日間で、東北の3カ所を回らせていただきます。24日土曜日が16時から18時、岩手県盛岡駅東口、25日日曜日が、11時から13時が仙台駅東口、16時から18時が福島駅東口を予定しております。多分ここの場所取れると思うんですが、ただいま道路使用許可の関係とかを手続きしておりまして、一応来られる方は場所の変更は万が一起こる可能性がございますので、来られる方は事前にご確認いただければと思います。また引き続き、私も YouTube とか Twitter とかで、呼びかけをさせていただきますし、N 党のフォロワーの皆様も、ぜひ拡散ご協力いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。はい、